今回はベテルビエフ対ビボルに対するネットの反応です。ネタバレが含まれるので試合まだ見てない人は見てから戻ってください。判定予想外。ベテルビエフは手数多かったな。中間のビボル優勢の採点表は何だったんだろう。序盤4連続ビボルも怪しいよ。取り切ってはいなかった。6くらいでボディ効いてからはずっとサークリングしてただけじゃん。単純なスタッツだとビボルかもしれんが、手数の差を見るに相当追い込まれてたってことだろうな。ベテルビエフは生物的な強さで上だったと思う。アマ僕ならビボルの勝ちで、伝統という意味ならベテルビエフの勝ち。スタッツ見たら意外とヒット数5発しか差がないんだな。最終 R まで果敢に攻め続けるベテルビエフはすごいわ。実力が拮抗してるとやっぱりこうなるよね。何この八百長判定、こういうことやってるとまた暗黒時代が来るぞ。サウジではフリンはボハットだからか、はたまたハンドボクサーは人気が出ないからか。これでビボルの負けなら再戦しても絶対に勝てないわ。これがペチパンデに出回ってるやつの限界だったか。ラスト2ラウンドボコボコにされたせいで印象悪かった。試合前にはビボルの圧勝とか言ってたやついたな。ボディ効かされても倒れなかったせいで商品価値さほど下がらず、ベテルビエフでもビボルが倒せないことが証明された。アマチュアならビボル最強ってことだね。プロだからベテルビエフの勝ちでいい。連続 KO 止まったのか。印象抜きのポイント判定ならビボルやろ。むしろ本物相手にすると KO できないと判明してしもうた。偽物相手でも KO すらできないビボルさんの悪口はとどめろ。スタッツで有効だ。ハベテルビエフで手数もベテルビエフとやってたぞ。両者そこが知れたな。レベル低い階級とバレた。笑い。 A グローブの上に打ち込んだらヒットになるの。むしろ KO できなかったの方が印象悪いな。 W39 歳にしばかれたニセ PFP 物語。レベル低すぎなのは間違いないな。軽量級並みのテクニックは期待できないな。カネロ、 Y はベテルビエフに挑戦すんで。ここからハウプ主の感想です。ポイントをつけつつ試合を見ませんがドローかなって思いました。ドローなのでどっちが勝っててもいいかなって思います。個人的にはビボルはボディが効いていたように思ってましたのでベテルビエフの勝ちでいいでしょう。